スポーツは心の安定にマイナスとなるでしょうか。格闘技です。あ、これはですねちょっと微妙なところですね。やはり心の強さっていうのはですね、体の強さと連動するような部分、これはあるんです。ですから体を鍛えることによって心が鍛えられる部分もあるとは思います。しかし格闘技になるとやっぱり他と戦うっていう怒りの始終がありますよね。そして格闘技とかスポーツ選手ってあまり長生きしないじゃないですか。それは要するに体を酷使しすぎてしまうのかといえばそういうところもあるんですが、絶えず戦闘状態ですよね。アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾールが絶えず出てると。明日の戦いに勝つために昨日は眠れませんでしたという体に負担をかけてるわけですよね。で体がそういった意味じゃ健康を失うことも多いと。で体が健康を失うと心も安定しませんからというところで、ちょっとそのスポーツに関してもですね、中庸、これは重要だと思います。やりすぎは良くないと。もちろんそれをプロのスポーツの職業として、行く方はですね、まあなかなかこの助言というのは難しいかもしれません、実現が。しかしそういうことでなければですね、お釈迦様の教えにある中庸ですね、まあ中道という言葉です。その怠けるのも良くないが、のめり込みすぎるのも良くないと。焦らず怠まず、先ほど言いました、焦らず怠まずですね。焦りもなければたるみもなく、焦らず怠まず、無理せず怠けず、バランスをとってほどほどにやるのが全ていいと思います。で、運動ということ、スポーツというよりも運動ということになると、現代人にとってはですね、だいたい1日30分ぐらいの有酸素運動っていうんですかね、少し早めの歩行っていうんですかね、単純に歩くんだったら30分にもうちょっと長い方がいいってデータありますけど、そういった軽めの、その少し汗をかくぐらいの運動、これが血流の改善ですか、それから筋肉のほぐし、その他になって健康にはいいだろう、そういう運動だと思います。かつ野外でそれを行って日差しが強くありすぎない限りは、それが要するに体内にセロトニンとかビタミン D、 これを作り出してですね、これは免疫と精神安定に関係しますね。そしてセロトニン、昼間光を浴びるとできまして、そのセロトニンが夜にはメラトニンという睡眠誘導剤、これに使われるので夜の休息がしっかりできるということです。その運動っていうのはやっぱりその体の初機能を維持するっていうか、そのために必要だと言ってもですね、この運動とともに休息も必要ですよね。だからその夜の休息、そして心の安定、これに結びつくメラトニンやセロトニン、これがよく分泌されるような運動の仕方ってことになると、昼間外で軽く日差しを浴びながら有酸素運動30分ということになると思います。